ジャン君、おはようございます。今日はお休みの日でもあるので、だいぶ朝寝坊しました。で、これからですね、ご飯も食べずに、秦野市民の日というイベントがあるそうなので、そちらに行ってきます。なぜそこに行くかというとですね、ネット上で知り合った方のお知り合いが、知り合いの知り合いが、マジックショーをやるということで、それを見に行こうかと。あとはね、お昼ご飯をそこで食べなきゃ。ちょっと腹ペコです。さあ、出かける準備だけして、ご飯も食べず、さっさと行ってきます。ジャン君、ごめんね。またお留守番でございますよん。はい、片やこちらはポンちゃんですね。ポンちゃんはずっと外を眺めていますが、ちょっと出かけてくるね。できまーす。お二人さん、本当に仲がいいね、君たちはね。イベントに来ましたが、人がすごくてですね、ご飯食べずに来ちゃったので、マジックショーに行く前、肉まんだけ食べて向かいます。もう時間がありません。結構広大な、面積のカルチャーパークというところ全部を使ったイベントです。これは大変ですね。結構大変。目的地にまだ着きません。ここで携帯充電してて。なんかこここはカルチャーホールという名前に去年、今年から変わったのかなというところに着きました。ここで、お名前は知りませんが、マジックショーをやっているということなので見に行ってきます。こんな感じのところです。ジャン君、帰り着きました。ただいま。ジャン君、はい、ジャン君、こっちにはポンちゃんがご飯食べてるね。だいたいポンちゃんはご飯食べてるね。ポンちゃん、またいただき物でーす。おみかんいっぱい。はい、箱入りで福岡さんということでしょうか。ここどっか書いてあったけど、ここです。はい、福岡県産山川みかん、あありががとうとございう。早ます速2個食おう。よいしょ。TBS の
なんとか100連発、動物スクープ100連発という番組で、ジャン君が取り扱われるという連絡はあったんですが、うっかり今日じゃないと思ってぼんやり見てたらさっき映っちゃいました。うちってそんなこと多いですね。ということなので我が家から、その模様を、お送りすることはできません。録画もできてなくてですね、だって先週ぐらいに連絡が来てですね、そんなに早く出るもんとは思ってませんでした。年末ぐらいなのかなと思ってました。